はい、えー。日本語教育世界の皆さん、こんにちは。えー、このビデオは10月6日に、えー、10月6日の授業のためのビデオの3本目です。えー、この週は、えー、プレゼンテーションソフトについて話しますが、このビデオでは練習のための使い方をご紹介します。アニメーションというのを使うんですね。はい。えー、ここではテンプレート、プレゼンテーション、えー、リトリーバルプラクティス、 こういうことについてお話をしたいと思います。<laughs> じゃあですね、まず最初に、このリンクを開いて、テンプレートのコピーを作成してください。bitly スラッシュ 3ipi5pl ですね。はい。はい、これを今開くと、こういうふうにコピードキュメントが出てきますから、メーカーコピー、これをクリックします。<laughs> はい、えー。そうすると、こういう、えー、あのー、テンプレートが出てきますね。うん、これを、このまま、えー、プレゼンテーションをしてみると、こんな感じになります。最初に、えー、タイトルスライドが出てきますね。そして、一回クリックすると、こういうふうに漢字1というのが出てきて、もう一回クリックすると、読みが出てきます。もう一回クリックすると、次のスライド、漢字2に行って、もう一回クリックすると、漢字2の読みが出てくるわけですね。 それではこれを編集してみましょう。漢字1のところを <laughs>、例えば何でもいいんですけど、日曜日とかね、入れて、下はひらがなの日曜日にしましょう。そして次のスライドのここを、月曜日 <laughs>。そしてこの読みを月曜日にしますね。 はい。で、それをもう一回、えー、プレゼンテーションしてみると、こんな風になります。最初に、えー、タイトルスライドが出て、一回クリックすると、日曜日の漢字が出ます。もう一回クリックすると、ひらがなで日曜日。はい。えー、まあいいや。はい。で、もう一回クリックすると、月曜日っていう漢字が出て、もう一回クリックすると、ひらがなで月曜日という風に表示されるわけですね。はい。えー、うん。 このように、今のは読みのところに、漢字の読みのところにアニメーションを設定すると、このような練習用のスライドを作ることができます。はい。で、プレゼンテーションするときは、画面の右上のプレゼントをクリックしますね。そして終わるときは、画面のエクシットをクリックするか、キーボードのエ,ーのエスケープのエスケープのキーを押します。それでプレゼンテーションを やめることができます。えー、こういうのは、あの、フラッシュカード、フラッシュカードと言われていますね。こういう、あの、使い方はね。で、この時に注意しなければいけないのは、えー、この、retrieval practice という考え方、えー、があります。<laughs> つまり、これを前提にすると、読みは、えー、すぐに見せてはいけないんですね。フラッシュカードを使う時にはね。えー、学習者が、 自分で思い出す、それがとても大切ですから、自分で思い出す時間をちゃんとあげて、その後で読みを見せてください。このリトリーバルプラクティスの研究者として、とても有名な人は、プージャ・アガルバルさんという人がいますね。この人はアメリカのボストンに住んでいますけど、多分この名前と顔を見ると、インド人だと思いますね。はい。この本としてはこのパワフルティーチングというのがとても有名です。 それではこのビデオはここまでです。さようなら。